はい、それではゼロ？おお、盗人か勇者かただの通りすがりのものかいずれものかはおのずとわかる。さてどうするのだ。4、5。おお、勇者たちを入れ、鷹の目を探し出すのだ。入りまーす。うわ、今なんか壁にもなんかいたけど、しばくひび割れどうしようかな。オフェンス高っ。あー、待て。おー、間に合った。ナイス。包帯ミイラの時怖いね。ねえ、壁絶対あらゆるよね。ちょっと回復しとこう。ライフアップ誰がした方がいいのかな。プー、変身するからな。壁スルーしてよかったかな。あ、なんかいる。なんだ、虫。スパイダー、びっくりマークつきすぎ。どんだけ燃やそうかな。どっちがいいかな。ベータ使っちゃおう。変身。しょぼいかなこれ。154ってやばくない。変身できた。あー、毒嫌ね。どうする。回復した方がいいよね、どう見ても。いや、ベータだね。で、ファイヤーも一回ベータして、あ、いいね。よしよし。240ポイントか、そりゃ違うわ。そうですね。うん。ああ呪いの絵文字。呪いなんだ。どうしようかな。打って。テック。変身。うわー、風。うん。お、変身した。風はヒーリングアルファか。よし。風を直します。プーのアルファで。これはじゃがじゃがじゃーん。そういえば毒蛇あったね。使おう使おう。ピラミッドって上に行くものなの。チェックしようかな。あ、いや、グッズの蛇袋何回使ってもなくなんないって言ってたから。なるほどね。
さあ、ジェフを回復しようか悩むな。38でしょ？でもな、その、おぉ。オフェンスアップガンマ。それって何？違う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 。ガンマじゃない、オメガだ。味方全員？すっごい！そんなのあるんだ。一応回復しとこう。無敵タイムを利用して。またヘビがいる。うん。よし。待って。ジェフ、それで足りる？まあ、いいか。スパイダー、おお、穴が開いた。あそこに穴があると。うん。ほい。とりあえず先に行ってみよう。先進んでよかったかな。あんな穴も気になるけどね。おお。なんかいっぱい出てきたけど。なんだそれ。まずどっちかな。まあこっちかな。外したか。大丈夫。おお、怖いよ。ガードしとこう。おお、65か。回復をチェック。でも、あれ、棺調べたいね。あーと、どう行けばよかった、今の。ナイスナイス。間に合うのかな。早来い。プープー。よいしょ、キョッキョッキー。ナイス。これ、どうしようかな。フリーズしようかな。あ、回復すればよかった。あ、ファイヤーしちゃったよ。間違えた。待って待って待って。これどうするべき？食べる？プーの PP やばくない？誰が PSI 使えそうかな？おお、ヨナズンガンマン覚えました。おお、回復した方がいいのは、よし、スピードカプセルか、使おう。うどん、あと、なんかファラオの呪いっていうのを落とした。うん、へえ、なるほど。毒か。
あれって動くやつ？お、うん？あ、ボス？うわ、全然そういう準備しなかった。全然準備してなかった。パラライス効くって書いてあったよね、確か。で、オフェンスアップしてみよう、全員に。チェック一応して、グッズのファラオの呪い使っちゃおう。いいんだ。いいね、いいね、パラライシスで、叩く、フリーズ、グッズのなんか、あ、あった、使っていいかな、ここで包帯使おう。でもパラライシス効いてるから、いや、使おう。で、サイマグネットいけるかな。強かったね。いいね。もう一回ろうかな。もう一個使っちゃおう。あ、な、何使った今。はい。で、吸い取れたから吸い取ろう。なんか散々だね。かわいそう。いよいいものをすべて使ったみたいな感じになっとるけど、どうしよう、もっと強いのに。おお、プーか、強いの出てきたら。ノーダメだよね、だってなんか下にスイッチみたいなのが。さてと、オッケー、じゃかじゃかじゃーん。お、雫のペンダントだ。50か、50だって。50って聞くともう結構な気がするよね。なんか今覚えたっけ、ここに何も覚えてない。なんか今すごいザワザワしてんだけど、心が。なんか忘れてるものある？てか、このミイラの包帯、アポーラじゃない？チーフに渡して。あ、そうそうそう、雫とペンダントだ。フリーズ系から守る。あー、今置いとこう。はい、上の方よし、これでいい感じかな。真ん中のスフィンクスがなくなったかも。大丈夫かな。ジェフだけが30低い感じ。ヒューン。お、なんだこれ、台座の上に何かある。手に入れますか。ちょっと待って、これ。まあそうなんですけど。まあそうなの。え、これ取った瞬間にさ、なんかゾンビいっぱい来ない？鷹の目を手に入れた。あ、これなんでバックになんないんだろう。よし、行きまーす。なんかすごい平和なんだけど逆に怖い。てか思うんだけどさ、ジェフって雷に強いんじゃなかったっけ？え、なんだったっけ？なんか売っちゃいけないもん売った、もしかしたら。私なんか雷に強いもの、ペンダントの代わりだったっけ？
あ、なんだったっけ、もうこれなんか売ってるくね、私これ売っちゃってるくない、なんか雷吸収してくれる何かを持ってたはずなんですけど。あ、ていうか雫のペンダント、う、あ、なんかやっちまった感がすごいあるわ。あ、これか、よかったよかった。プーね、フラッシュ攻撃、フラッシュ雷系ではないのか。フラッシュって雷じゃないもんね、サンダーじゃないもんね。あー、なるほど、いろいろ勘違いしてた、うん、いろいろ勘違いしました。はい、これすぐ落ちるよ、ほい。あ、待って、落ちてよかった。あれ今宝箱っぽかったね。あー、プーが新しいヒーリングガンマっていうのを覚えましたね。おお、気絶してる仲間をカムバックさせるだって。おお、20使うの。1の時32ぐらいだったから相当あれですね。ちょっと待ってください、メモります。はい、行きます。あー、さっきの宝箱こうなったんだろうなーと、悔いて過ぎたことを悔いてもしょうがないんですけど。ほい、おお、いっぱい来た、もしかして。この子は最近フラッシュとか怖いんだけど、いやフラッシュは怖くないけど、サンダーが怖いけど、なんかピーピーカイカイってなってるまあそのおかげでね、じわじわと回復しております。あ、これは怖いけど、それでも回復してしまう。おう、ホームシックになっちゃったんですよ。ここどこ？あら、ん？こっから下あるよっていうこと？そう、おう、あら、はい、この人ってあれじゃん、プー王子。星の命がお前に出会うことを伝えておったが、やはり今こそ星を落とす方法を伝授するとき、しばらく仲間と離れて星と共に暮らさまねばならぬが、良いな。返事は一つ、無理にでも引き留めらられ。え？しばしここに留まるのだ、良いな。はい。はい、わかった。プーの努力次第でお早く、ああ、そういうことね。グッズ、まあいいでしょうそんな重要なもの持たせてたっけ。待ってね、あの人が気になるよね。とりあえず左上には行きたいけど、ここって飛んでこれないよね。うわうわ、なんかいっぱいいる。ダンジョン男かどうか知らないけど、おかしいな、塔から北西の方角に立っている。北西、ほーん、あ、そうなの。すごいね、持ち物いっぱいな会話を全員に用意してる。どうしようかな。あ、てかなんかピーピー回復してる。あんなにあんなに自分で回復しようと頑張ってたのに。これ捨てよう、いや食べようおいしい。あー、なんかめっちゃ来てる。ラクダの人は、あー、なんでそんなポーラばっかり狙うの。おかげでポーラ一回死んじゃったんですよね。裏カン、ジェフの裏カンポンを使っちゃいました。ガンガン HP 上がるね。
何気に強い。おお、ここで持ってるわけじゃないじゃん、お金。ペンシルロケット20点めっちゃ気になる。うわぁ、お金持ってるわけないじゃん、そんなの。なに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 。さてと、あ、塔なのかな、これ。あ、塔っぽいな。鍵使いましょう、塔の鍵。これ、もしかして操作できるようになっちゃったりするの。すごい音。体の中。は？私の統計によれば約 70% にしたらまず右を選ぶ。そうだね、だって看板あるもんね。おお、このベンチをチェックすることはホテルにチェックインすることに似ている。はあ、医者と看護婦を雇うのはダンジョンの持ち主の義務である。はあ、ちょっととりあえず悲しいのでイエイ。よし、ちょっとお腹空いたから休憩しまーす。